北国新聞ニュースをお伝えします。石川県内は今日も朝から厳しい暑さになり、今年初めて熱中症警戒アラートが出されました。県内は小松で 35.3 度まで気温が上がり、2日連続の猛暑日になるなど、11の観測地点すべてで真夏日を記録する暑さに見舞われました。最高気温が 34.5 度と真夏日が7日間続く金沢市では、強い日差しの中、校外活動の高校生や会社員などが汗を拭いながら行き交っていました。県内の消防によりますと、この厳しい暑さで午前中だけでも熱中症の疑いで4人が病院に運ばれました。気象庁と環境省は今日、県内に今年初めての熱中症警戒アラートを出し、こまめな水分補給に加え、外出をなるべく控え、室内では空調を使うことなど、暑さへの警戒を促しました。警戒アラートの発表を受け、金沢市や小松市の教育委員会は学校に対して、児童や生徒の熱中症に注意するよう指示しました。ではニュース解説です。気象庁は28日、北陸地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。統計のある1951年以降で最も早く、6月中の梅雨明けも史上初めてとなりました。今年初めて熱中症警戒アラートも出されましたが、野口さん、熱中症で救急搬送されるケースが増えていますから、一人一人が命を守る行動を心がけたいですね。そうですね。気象台によりますと、今年は偏西風が例年よりも北側に蛇行したということでですね、その分この夏場の太平洋高気圧の張り出しが早まったと、その影響で梅雨前線が早々にこの北上してしまったことが要因とみられますね。県内は今月14日に梅雨入りし、その期間は14日間と、1958年の11日間に次いで、過去2番目に短くなったんですね。はい。県内は向こう1週間晴れる日が多くなって、30度を超える日が続くと見られますからね、熱中症にはもう最大限の警戒が必要ですよね。そうですね。コロナと熱中症対策が求められる3度目の夏になりましたが、今年は電力不足という不安な要素も出てきましたね。そうですよね。政府ではですね、屋外でのこのマスク外しですとか、節電時のエアコン使用について、柔軟な対応を国民に呼びかけていますけれども、7月から9月、家庭と企業に対して、全国規模では7年ぶりの節電を要請しました。東京電力管内ではですね、電力供給が厳しくなるとして、経済産業省では今日もですね、節電を呼びかけていますよね。はい。北陸地方もこうした状況になる可能性もあって、北陸電力では節電キャンペーンを実施する方向で、生活や経済活動に支障のない範囲で協力を求めてますけれども、やっぱりそれは言っても暑い中ではですね、ためらわずエアコンを使うということが、命を守る行動になるんじゃないかと思いますね。そうですね。さらにマスクの着用については、屋内屋外とも着用の要請が緩和されましたね。そうですね。厚生労働省はですね、マスク着用に関して、屋外では2メートル以内の会話では着用を求めてはいるんですけれども、散歩やランニング、通勤通学時は不要として、特に運動している時はですね、外すことを勧めてます。また屋内でもですね、人との距離が2メートル以上でほとんど会話をしないような時は着用不要ということになります。また防衛策としてはですね、やはり日陰で休んで水を補給したり、軽い運動で発汗を促すということも熱中症対策になるということですね。またある民間調査によりますとですね、コロナでそのマスクとしてマナー、マスクがですね、マナーとして定着して、これ一種のこの心理的義務となったためなのか、今後も着用を続けると
という回答をした人が全体の 87.3% を占めたようですね、はい。コロナの収束傾向が見え始める中でですね、そのこまめな着脱をしていくこと、この啓発を続けていきたいですよね。そうですね。でこの暑さ9月頃まで続くという見通しなんですよね。そうですね、23日発表された、気象庁の1ヶ月予報によりますと、全般に降雨量は平年並みか少ないものの、気温はですね、温暖化やラニーニャ現象の影響で期間の前半はかなり高くなるところが多い。こうした猛暑の傾向はどうやら9月の中旬頃までですね、続く見通しで、夜間を含めて、1日を通して、気温が高くなる傾向になりそうです。これはもうもはやですね、自然災害と言ってもいいと思いますね、はい。それぞれの生活環境に応じて、体調維持を最優先する行動を心がけていただきたいですね、はい。夏山シーズンを前に石川県は今日白山の噴火を想定した訓練を行いました。この訓練はあさっての夏山開きを前に実施され、県、白山市、消防、警察など10の機関から38人が参加しました。訓練は火山活動の活発化によって午前9時20分に噴火警戒レベル3の入山規制が発表されたという想定で進められました。白山市白峰の一ノ瀬ビジターセンター付近には火口域から半径4キロ以内への立ち入りを規制する看板が設置され、県職員が下山者役の参加者から安否確認を行い名簿を作りました。一方、県が今年3月に防災計画と避難計画を見直し、同じ噴火警戒レベル3ながら規制範囲を1キロ広げた拡大のパターンを設定したことから、それを想定した訓練も行われました。拡大パターンの訓練では規制範囲の外にある100万岩岩付近の県道まで入山規制が敷かれ、下山者役の参加者がバスに乗り込んで避難しました。本当にいつ起こるかわからないと言っていいですから、こういう訓練って大事ですよね。本当に白山麓に住む私のスマートフォンもですね、けたたましくなりましたですね、これは緊急地震速報かなと思いましたけども、訓練でしたが、珠洲でですね、群発地震先行きがなかなか見通せない中でですね、白山の場合もこの離れてはいてもですね、もしやということになればかなり広範囲に影響が出ますから、この大地の異変というものにですね、敏感でありたいですよね。そうですね。文化や芸術活動を後押しするため、金沢市は作家や演奏家などを対象にして活動の広報費用を助成する制度を設けました。この制度では金沢市内や近郊で開かれる演奏会や個展を案内するチラシの印刷代やウェブ制作費などが対象になり、金沢市が3万円を上限に費用の2分の1を補助します。申請はあさってから始まりますが、営利目的や習い事教室の発表会、学校のクラブ活動などは助成の対象外です。一方、金沢市は金沢芸術創造財団の中に文化や芸術活動の相談窓口アーツカウンシル金沢も設けます。窓口は市役所第二本庁舎2階に開設され、文化に関心を持って活動を始めたり、音楽や演劇、絵画などを学ぼうと考えたりする市民の相談に乗ります。アーツカウンシル金沢は一般財団法人石川県芸術文化協会をはじめとした関係団体とも連携して、専門的な視点で相談に応じる体制を整え、文化や芸術活動の裾野拡大を目指します。インターネットで鑑賞できる金沢市デジタル工芸展の作品数が来月新たな作品を加え1402点に増えることになりました。金沢市は新型コロナの影響で作品発表や販売の機会が減った作家を支援しようと、おととし5月にデジタル工芸展を始めました。デジタル工芸展ではインターネットを通して
作品の紹介や作品制作の動画、作家からのメッセージなどが視聴できます。金沢市は今年3月に開かれた市の工芸展に入賞した25点の作品を来月1日からデジタル工芸展に追加することにしました。追加する25点のうち、作家が販売を希望する11点は通販サイトへのリンクに貼り購入できるようにします。今回の追加で出品数は1402点に増え、作家の数も445人になります。新型コロナの感染状況が落ち着いてきたため、金沢競馬場の入場制限が明後日から1日あたり3600人に緩和されることになりました。金沢競馬場では感染拡大を受け、おととし9月27日から1日あたりの入場者数の上限を1300人に制限してきました。しかしコロナ禍が全国的に落ち着いてきたことから、地方競馬全国協会は先月21日付で、人同士の距離をできれば2メートル空けるから触れ合わない間隔へとガイドラインを改めました。これを受け、県競馬事業局は金沢競馬場について、あさってから入場者数を最大3600人に増やすことにしました。入場できるのは引き続きハッピーポイント会員に限定され、入場無料も継続されます。また遊具を備え、家族連れで楽しめる馬場内側の芝生広場も開放が再開されます。金沢競馬場では今年度の入場者が昨日の時点で5万4749人になり、昨年度の同じ時期よりもおよそ1割増えています。家族で楽しめる場所になるといいですね。そうですね、まあ、私も取材経験ありますけどね、現場の生のレースで感じる迫力といいますか、ワクワク感というのは全然違いますよね。はい、まあ、暑い中ではありますけれどもね、まあ、ギャンブルとは別にですね、まあ、芝生でこう深呼吸しながらね、うん、家族でこの競馬の魅力をまあ実感していただければなと思いますね。はい、東京の IT 企業が宝達清水町に来月オフィスを設けることになり、手紙による誘致作戦が14年ぶりの企業進出につながりました。宝達清水町は今年1月から3月にかけて、全国の企業に町への進出を提案する手紙を送りました。また町の障害学習センター桜ドーム21にオフィスとして試しに使えるスペースも用意しました。その結果、企業向けのシステム開発を手掛ける東京の IT 企業アースリンクが進出に手を挙げました。宝達清水町への企業進出は14年ぶりで、宝達の則久町長とアースリンクの宮下啓太社長は昨日、オフィス開設に向けた合意書を交わしました。アースリンクは桜ドームのスペースを最長1年間家賃無料で使い、その間に地元からの雇用やオフィスの開設場所を決めます。この会社がオフィスを設けるのは静岡県伊豆市に次いで2カ所目で、3年間で5人の地元雇用を予定しています。宮下社長は U ターンの人材を確保し、少しでも地域活性化に役立ちたいと話していました。津幡町の健康カフェに和風庭園が完成し、訪れた人が屋外でもくつろげるようになりました。津幡町南中条にある健康カフェ中条隣んちは、元中条公民館長だった池田則弘さんが高齢者の外出を促そうと8年前に自宅近くの空き家を活用しオープンさせました。則弘さんが亡くなった6年前からは、妻の智恵さん73歳がこのカフェを切り盛りし、お客さんが外でもゆっくり過ごしてほしいと裏の畑を和風庭園に変えました。およそ50平方メートルの庭園には、しだれもみじやサルスベリなどが配置されたほか、蝶子鉢に水を注ぐ竹製の掛け碑も設け、その周辺に苔を飾ったということです。完成した庭園では、茶会やバーベキューなどを開くこともできるということで、智恵さんはコーヒーを飲みながらくつろいでほしいと話しています。北国新聞ニュースをお伝えしました。